アントン・マカレンコ、アントン・セミオノビチ・マカレンコは、帝政ロシアから、ソビエト社会主義連邦共和国に変わっていく時代の、ロシアの教育者。ウクライナのベロポーリエの生まれで、父親は、鉄道工場の塗装工だった。彼はその地方の市範学校を出て、もともとは小学校の教員であった。10月革命が起きた1917年に高等、市範学校を卒業し、 私学館の職を経て、1920年、ポルタバ近郊の収容した非行少年を勤労活動を通して強制教育を行っていく少年院の院長に転身。1922年、同少年院はゴーリキーの名を冠してゴーリキー記念、コムーナと解消する。1926年には、同、コムーナは、 ハルキウ付近の修道院跡地に移転するが、彼は考え方の違いから、この施設のポストを辞して、それまで兼任職となっていた、ハルキウ近郊のジェルジンスキー・コムルなでの強制教育に専念することになり、ここからの彼の集団主義教育の成果となる教育実践が生まれる。彼は、同時代に世界的な規模で広まった新教育運動の子供の自発性や関心、 子供の個性への着目の傾向とは一線を隠して、集団の中での忠誠と服従、共同に重きを置いた。ジェルジンスキー・コムーナに彼は1935年まで在職し、キエフに移った後1937年にモスクワに移り、その教育体験を著作として、次々に世に送り出した。彼の著作の大半は、教育小説の形をとっている。マカレンコは、 ナデジナ・クルプスカヤと並び、ソビエトの集団主義教育の体系化を行った人物として知られている。生前、彼の教育論はあまり高い評価を受けていたわけではないが、1931年、ソ連でまだトーキーが始まったばかりの技術で、彼の著作のいくつかから着想を得た映画、人生案内が制作され、大きな反響を生んだ。この映画は、翌1 9 3二年、 日本でも公開された。この映画のヒットから、ソ連でもその映画の影の登場人物である、マカレンコの弟子が、別の少年院で、教育実践を続けていくといった小説も書かれた。ビグドローバの新人性案内、翻訳もある。日本においては1970年代に、いわゆる全政権教育の一環として、マカレンコの理論の影響を受けた、学級集団作りという教育手法が、 主に全国生活指導研究協議会に所属する一部の教員の間で流行した。原武氏は小学生時代に東京都の滝山団地でこの集団づくり教育を体験し、後に滝山コミューン1974としてその記憶をまとめ発表した。ありがとうございます。